今週のラインナップです。トピックスでは社会を明るくする運動、街頭啓発活動と実施スクエア別館施設一般公開の様子を、フロム広報誌のコーナーでは第26回区民スポーツの日マラソン大会参加者募集について、施設ガイドではシニアセンターを紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの西野美咲です。まずは今週のトピックスからお伝えします。7月1日火曜日、社会を明るくする運動、街頭啓発活動が築屋橋公園周辺で行われました。社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない明るい社会を目指す運動で、戦後の混乱期に銀座の商店街が行った銀座フェアが始まりです。7月1日の更生保護の日から1ヶ月間が運動の協調月間です。この日の街頭啓発活動には、中央区保護司会や中央区更生保護女性会の皆さんが参加しました。参加した皆さんは、啓発パンフレットやシンボルマークの黄色い羽などを道行く人に手渡し、運動への理解と地域の皆さんの協力を呼びかけていました。介護が必要な高齢者の支援施設や公衆浴場が入った実施スクエア別館がこのほど竣工し、7月2日水曜日に一般公開が行われました。この施設は日本橋小伝馬町の実施スクエア敷地内に整備されたものです。建物は5階建てで、2階に設けられた公衆浴場実施湯と小ホール、3階から5階までのケアサポートセンター実施に分かれています。ケアサポートセンター実施は、家庭的な雰囲気の中で入所者の介護を行う地域密着型特別養護老人ホームなどが設けられ、介護が必要な高齢者を支援する施設となっています。こちらは2階の公衆浴場実施湯、日本橋地域の風景が描かれた浮世絵を眺めながらゆったりとくつろぐことができます。また地元還元施設の小ホールは、町会の地域活動などに利用することができます。明るくて立派になりましたね。はい、また遊ばせていただきます。この実施スクエア別館、実施湯が7月14日から、小ホールが8月1日から利用可能で、ケアサポートセンター実施は9月1日に開設します。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。フロム広報誌のコーナーです。このコーナーでは、区のお知らせ中央に掲載された記事の中からピックアップしてお伝えします。今回は7月1日号の一面に掲載された第26回区民スポーツの日マラソン大会参加者募集についてお伝えします。10月13日の区民スポーツの日に実施するマラソン大会への参加者を募集しています。今年もゲストランナーとしてオリンピック女子マラソンメダリストの有森裕子さんをお迎えします。スタートは午前9時から種目ごとに順次行います。コースは月島運動場周辺道路で、月島運動場をスタートし、月島、晴海などの街中を走ります。参加は区内在住者で、定員を超えた場合は抽選となります。
競技種目は2キロの小学生1から3年生男子女子の部、4から6年生男子女子の部、ファミリーの部、5キロの一般男子女子の部、壮年の部、10キロの男子女子の部の合わせて10種目。各種目の参加資格や定員などはご覧の通りです。表彰はファミリーの部を除き、各部とも1位から3位までの方に賞状とメダルを、4位から8位までの方に賞状を贈呈します。ファミリーの部はゴール後抽選を行い、3組に記念品を贈呈します。また参加者全員に参加賞を、完走者には完走賞を差し上げます。参加希望の方は各申し込み期限までに大会エントリーシステムランテスから申し込むか、専用振替用紙で申し込んでください。申し込み方法、参加費など詳しくは区のお知らせ中央7月1日号、または中央区ホームページをご覧ください。なお、区民スポーツの日マラソン大会の参加の申し込みについてはエントリーセンター、その他大会全体については区民スポーツの日実行委員会事務局までお問い合わせください。さて、続いては区内の施設を紹介する施設ガイドのコーナーです。今回私西名がレポートしてきたのは佃1丁目にあるシニアセンターです。シニアセンターへやってきました。こちらは中高年齢者が利用できる施設ということですが、どのような施設なんでしょうか。早速行ってみましょう。ナジオさん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。では早速なんですが、このシニアセンターとはどのような施設なんでしょうか。はい、シニアセンターはですね、おおむね50歳以上の区民の方々がですね、健康で社会参加活動をしていただきながら生きがい活動の充実を図っていただく施設になっております。ではシニアセンターではどのようなことを行っているんですか。そうですね、シニアセンターではまず登録団体に施設の貸し出し、それからですね、シニアセンター主催のいろいろな事業ですね、パソコン教室とかそういうものが年8回ぐらいあります。それと、生きがい活動支援室というのも設置してあります。それとですね、最後に高齢者クラブの、充実を図るために、支援もしています。さまざまな教室や活動があるんですね。そうですね、はい、ではこの施設内にはどのような設備や部屋があるんですか。それではご案内いたします。よろしくお願いいたします。はじめに1階の情報コーナーを案内してもらいました。野城さん、はい、こちらのコーナーではどのようなことができるんですか。はい、こちらはですね、情報コーナーと申しまして、はい、パソコンが10台置いてあります。それで区民の方がお一人で来てもですね、自由に使えるコーナーになっております。それとパソコン教室、初心者対象にですね、年8回ほど開いておりまして、それで、パソコン教室が終わった方でもまだパソコンがちょっと難しいなという方は一人で来ていただいて、そうしますと月曜日のですね、午後2時から3時半までと、それから水曜日の、午前10時から11時半、指導する方が来てくれるんで、そこでまた続けて、勉強できるという形になります。では皆さん気軽にパソコンに親しむことができるんですね。そうですね。他にも1階には会議や映画の上映などに利用できるセミナー室が2部屋あります。また2階には多目的フロアが2部屋あり、ミーティングや教室などに利用できます。食器、調理器具などが揃ったキッチンも完備されていますよ。情報コーナーを利用する際は受付で利用手続きをしてください。
セミナー室や多目的フロアの利用は団体利用のみとなります。利用申込書にてお申し込みください。詳しくはご覧の通りです。シニアセンターでは講座も行われているということですが、どのような講座が行われているんでしょうか。はい、ですね、シニアセンターはですね、パソコン教室から始まって健康づくり講座、それから健康吹き矢講座、区民の方がですね、健康でいられるような形で来ていただいて、皆さん楽しんでいただくような講座がほとんどになっております。その講座の中の一つ、健康吹き矢講座は健康増進と仲間づくりのため年2回開催されています。3日間の講座では吹き矢の効用やルールから教わり、最終日に認定試験も行います。吹き矢は腹式呼吸法を取り入れた運動で、年齢を問わず誰でも気軽に楽しめる障害スポーツだそうです。最後に生きがい活動支援室についてお話を聞いてみました。生きがい活動リーダーの浜野さんにお話を伺いたいと思います。浜野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この生きがい活動支援室とはどのようなことを行っているんでしょうか。はい、中央区内で高齢者の皆さんが利用している施設が3カ所あります。これはそこに行ってですね、やはり生きがいとか社会参加に対するそのご相談業務をですね、私たちがちょっと受けているというのが一つあります。それからこの後ろにありますように生きがい広場ということで、シニアセンター、それから桜川の行き機関、それから浜町、3カ所で生きがい広場を開いておりまして、ぜひそういうところに皆さんね、参加していただきたいということで、生きがい情報の伝達とか、あるいは健康についてのお話をさせていただいて、それからもう一つは毎月1回生きがい情報ということで、その生きがい進出頼りというものを発行しております。それとですね、高齢者団体がいっぱいありますので、そちらの方からその生きがいについてのなんか講演とか話とか有意義な話であれば来てもらいたいということがあれば、出前講座という形で出かけております。そういう活動をしております。相談や情報提供などさまざまな支援を行っているんですね。はい、そうですね。わかりました。浜野さん、ありがとうございました。はい、シニアセンターの開館時間は午前9時から午後9時まで。年末年始は休館となります。生きがい作りや仲間作り、また情報交換の場としてぜひご利用ください。なお、情報コーナーやセミナー室など施設の利用について詳しくはシニアセンターまでお問い合わせください。以上、施設ガイドのコーナーでした。続いて中央区からのお知らせです。平成24年の秋から改築工事を進めてきた名勝小学校等複合施設の竣工に合わせ一般公開を行います。日時は8月1日金曜日と2日土曜日の午前10時から午後3時までです。施設内は土足厳禁ですので、お越しの際はスリッパなどをご持参ください。詳しくは教育委員会事務局庶務課学校施設整備主査までお願いします。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。いかがでしたでしょうか。今回はここまでです。次回の番組の更新は7月13日日曜日です。それではまたお会いしましょう。